はい、皆さんこんにちは。今日はですね、新御堂、大阪駅の近くに来ています。道山町っていう交差点のところなんですけれども、あそこに僕がよく行っていた大東洋があります。この近くにゴルフのなんかロボットを作っているなんか研究家みたいな人がいるんですね。ちょっといろいろ教えてもらおうということでやってきました。ここの道山の交差点から、ちょこちょこと来て、この福屋ビルディング行きましょう。8階ね、大東洋の近くと覚えてください。大阪梅田駅の近く、8階で、バレーがあって、ここ星屋ゴルフメソッド研究所。はい、お邪魔します。ここなんです。お邪魔します。あ、いました。こんにちは。こんにちは、リンゴルフの宮下です。星屋さん、はじめまして。はじめまして、星屋です。あ、はじめまして、宮下です。よろしくお願いします。星屋です、よろしくお願いします。ここでは、はい、ゴルフロボット、まあ、見る限りなんかすごい装置があるんですけれども、はい、球を打たずに3ヶ月で90を切らせますっていうマシンがあるっていうふうに聞いて、はい、それをできたら僕にも体験させてほしいと思ってるんですけれども、はい、どうぞぜひ、はい、よろしくお願いします。お願いします。トレーニングではこれからこれさせてもらいます。フェースコントロールロボットといいます。でボールを打つ、瞬間にですね、その実はこのクラブのフェースをこう動かさなきゃいけないんですけど、この時に、グリップ、まあ、左手の親指あたりなんですけど、ここが中心になって、ここを中心にこうヘッドが 円滑動します、うん、それと、シャフト軸周りにフェースが回転するという、この2つの回転を組み合わせた動きをボールを打つ時にしなければいけないんです、うん、これができなくて僕はめっちゃスライスしてます。そうですね、そういうお悩みの方結構多いと思います。はい、うちに来られる方もその話をよくされます。で、はい、これをいっぺんにその教えることは非常に難しいかっこいい。いっぺんに教えるのは非常に難しい。新しいっすね、はい、素晴らしいっす、はい、なので、はい、言葉で言ってもなかなか伝わらないので、はいはい、こういうふうに動いてるんだろうだよっていうのをロボットにしちゃいました、で、このロボットはそもそもここを中心にアームが回転すると、このベルトと中でギアがつながっていて、このシャフト軸周りにフェースがこうターンするようにできてます。だから自然にこう上げただけでフェースは自動で開くようになってます。はいはいはい、でボールを捉えてフォローを出すと自動に的にフェースが閉じるようにできてます。うまく打てる人はスムーズにこうやって、はい、糸も簡単に、まあ、左手を支点にして右手が左手の前を旋回します。その時に腕が内旋外旋という動きをやりながら、左手を支点にして右手でクラブヘッドを持ち上げて、これを支点にして、まあ、ここが中心になるんで、ヘッドを動かしながらヘッドと反対側にグリップエンドを動いてくれます。あの、散々言われるんですよ、宮下は、はい、フェースが変えらない。やってみてください。全然違う。え、ただ大事なのは左の手中心にクラブヘッドが回転したときにシャフト軸周りにヘッドが回るという動きが同時に実現されることが大事なんで、後の軌道は自分で作ったらいいです。で、正しい軌道というのはほぼストレートにヘッドが動くのが正しい、うん、こう上げて、はい、こうこういう感じ、このくらいまで、ここからこうバシンと当たって、ね、こうですね、フェードっていうか、だからフェード回転でも実際はフェースは返ってます、うん、そのインパクトする時のフェースの角度とボールの、あのヘッドの軌道とでスライス回転フェード回転になるだけで、実際はフェースはフェード打つ時もプロは返ってます。え、なんか
越しに来るのにあんまいいんですけどあのこれがボールに当たってるイメージがめっちゃします。そうですね、だからヘッドをも、はい、動かそうと思うとこう動かそうって意識ができてきますよね、はい、だんだん。なのでもうほとんどスイングはどうするかなんて考えなくても、ヘッドをどう動かそうかと思えば動けるようになるのが大事なことなんで。左手が視点だっておっしゃってたじゃないですか、ええ、これ合ってますか。合ってますよ。で左手動いてないですよ、左脇が閉まった状態 で左のこのポイントが全然動いてないんで。ここ合ってますか。合ってます。あ、よかった。で面白い、かなりスムースに動いてるんで面白いっす僕、勝手に思ってたことが多いですよね。もっと、なんかこういうもんだと思ってました。なんて言うんですかね、なんかそうですね、手をこねるような動きでフェースを返すようなイメージだと。そういうことをしないとダメだと思ってて、でそうしてしまうと、その振り遅れたりとか、うん、あのチーピンになってしまってサイドフックスイングがかかりすぎてしまって、はい、みたいな動きになってしまう。これだとニュートラルに、これ欲しい、これ欲しい。あ、そう言ってくれるうちの生徒さん多いです。これ欲しいな、これ。いや、え、これ面白い。これが面白いです、この。あ、じゃあこうか、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 いろいろできます。そうですね、はい、フェード系をやるときはちょっと視点を左足寄りに動かす。実際球を打つときはこんな左に置くものなんですか。いや、もうそれはもう球を打ち分ける工程とか、はい、打ちたい球筋によって球の位置も別に、そのプロは実際は打ちたい球筋によって球の位置変えてますんで、アマチュアの人はなんかここじゃなきゃダメだみたいな勘違いしてますけど、そもそも傾斜があれば自分の体の中心がどこか傾斜の中で分かりにくいので、どこにボールがあっても打てるようになっておかないと、うん、コースでは役に立たないんで。今傾斜とおっしゃってたじゃないですか、はい、傾斜もイメージできます。あ、そうですね、なんかこの辺に球があったらこう当てんじゃないみたいな。そうですね、できると思います。はい、なんかあっち、あっちってこっちって。今ちょっともう一つお聞きしたかったんですけど、すいません、話がいきなり大きくやってみてるんですよ、これ合ってますか。それは大きくできるというか、それだけそれを動かすための、はい、あの筋力であるとか、はい、その動きっていうのが自分の中で体にできてきたっていう証拠ですね。普通の人は大きくやろうと思ってもできなかったり、はい、異様に大きく動いて機械をこうガツガツぶつけてしまったりとかですね、はい、するんですけど、うまくその機械の完成モーメントによって上手にその機械のなすのがままに動かせてると思うんで。こっちだとこうで、あ、こっちだとこうで、そうですね、こっちだとこうなんですけど、真ん中に立ったときはなんかこんな感じに見えるんですけど、なんかボールが見えないんであれですけど、なんか、あ、そうです、それが左右対称に綺麗に動いてる、オンプレーン上動いてる軌道だと。あ、合ってます、はい。なかなかない経験なんですね、僕は。こういうヘッドの動かし方とか、まあほとんど卓球っぽくないですか、うん、こう、こう見えるんですよ、こうヘッドが動いてるように見えて、まあ、これロフトも左右対称に右利き左利き人ができるようにロフトが全くないので、はい、ちょっとまあ普通のクラブを動かせるのと違うイメージは見えるかもしれないんですけども、でも卓球みたいなっていうのは合ってると思います。ペース面でボールにスピンをかけて打ち出すっていうことはゴルフも一緒なんで、こう見える、そう見えて合ってますけどね。あ、合ってますか、はい、え、これ欲しいっす。これ手作りで作られたんですか。そうです、手作りというか、はい、の機械加工オムロンで研究ロボット、そうですね、機械工学、はい、ロボット工学の研究をされていた星野さんが作った機械なんですけど、なんかイメージができるのがいいですね、ヘッドの。はい、これ一般的に言うそのゴルフレッスンとかで言う何ができるっていうものなんですか。これができると、まあ、一番よく聞く話ではミート率が上がる、ボール初速が上がるというか、フェースターンができないと、うん、あのいくら振ってもですね、ボールの抵抗が大きくなってしまうんでボール初速が上がらないんですけども、うまくタイミングよくフェースターンをしながらボールを捉えられるとミート率が圧倒的に上がる。だから理想的なフェースターンをしてミート率が上がって、まあ、飛距離も上がりやすいと。もちろんですね、ボール初速が上がりますので、多くの人はあの芯に当たったらミート率が上がると思ってるんですけども、芯に当たってもミート率が上がらないので
フェイスターンという動きが起こらない限りビート率は上がらない。あ、そうなんですか。はい、だから芯を外してもフェイスターンをしてる振り方の方がビート率は高いです。現実はよくそのフェース面にこうシート貼ってどこに当たってるかっていうのを調べるやつがあるんですけども、あれで実験的にそのフェースターンをするあの 女子高生だったんですけど、はいはい、とそのフェースターンができない男性が打ち比べて、男性は真ん中に当たってたんですけども、そのフェースターンをした女性の方がはるかに同じヘッドスピードだったんですけど、ボール初速が上がってボールが飛んでましたね。これこの撮影をする前に星谷さんと、星谷さんでいいですか、はい、星谷先生とかじゃなくていいですか、いいです、この格好ですけど、はい、ミート率って何ですかっていう話をした時に、あの真ん中に当たることじゃなくって、そのボールに当たる瞬間の反動をいかに発生させないで、そうですね、抵抗を小さくするかっていうことですね、出すかっていうことをミート率だで、まあ定義としては初速割る、初速割るヘッドスピード、ヘッドスピードで定義されてますけれども、はい、実は効率よくっていうか、そのボールの押し戻されないでボールを打つ力なんだ、そうですね、打ち抜く力です、ね、っていうことだっていうふうにおっしゃっていて、それをやるにはこのフェースターンっていうのが必要だってことですよね。そうですね、はい、というかこれ持って帰りたい、これだ、これだけもらってもダメだ、このボールがいい仕事してます。でボールもあのさっき言ったようにこう位置変えられるんで、うん、ああ届かないでもこのボールめっちゃいい仕事してます、この、あ、そうですか、はい、あのだってヘッドがここ行くんだなっていうイメージが本当にイメージしやすいですね、うんうん、湧きます。まあ小さなポイントなんですけども、はい、ボールを打つ競技なんで、はい、やっぱボールに慣れるっていうことが大事なんで、はい、目でちゃんとボール見ながらクラブを動かしてるっていうのは性能のいいモデルを作るのに役立つんで、はい、ボールがあるのとないのとやっぱその辺の効果がちょっとだけ違ってきます、ね、ありがとうございます。いえ、どちらこそ、あのボール打たないでうまくするはちょっと僕信用、すいません、疑ってないんですけども、なんかおおってなってきてて、ちょっとボール打たなくてもこれだけやってたいって気持ちになってきてます、ね、ありがとうございます、はい。次はですね、フェースターンができるようになったら、はい、より一層やっぱ飛ばしたいっていう願望が出てくると思うんですね、はい、そうすると下手すればこんな感じのスイング動作になってしまうんですけども、それとか体をねじりすぎていてカット軌道に飛ばしてしまうとか、